皆さんどうもです。はい、ではね、この辺で超有名新田山地という場所でして、2017年4月6日に来てますね。誰か落書きされます。お、新田って書いてるんですよね。で、頑丈に張り紙になってます。そして奥に何か建物らしきものが見えますね。探索しましょうか。ちなみにこれ電気通ってんのかな。ちょっと分かんないですけど、潜入してみましょう。すんなり入れた。ね、心霊スポットとして言われてますけど、なんかこっちにも小屋があります。頑丈に閉められてますね。ん、誰か無理やり開けた感がある。ここかな。どうやって入るの。階段も崩れちゃってて入れないようになってますけどね。おおおおお、ここから入れるみたい。入れたのはいいけど、ゴミ屋敷ですね。この辺になんか茶碗蒸しセット、赤飯茶碗蒸しセット、まあ、倉庫ですね。すげえ、今何やんねんや。なんかタイヤらしきものがありますけど、お子さん用のやつかな。お子さん用の靴もあるし、あ、ダンスですね。ダンスがもう崩れちゃってる。あれ何やろ、人形。もう倉庫になってますね、うん、カセットテープが入手した。スキー用のやつか。新田さんって、新田さんちってここであったのかな。ここまでか。うわ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 、ミイラ化してる。すげえ。しかも2体。ゴソゴソって言った。すげえ、ミイラ化してる。2体とも。フェレットですかね、イタチ。お、ガッチャン。クピクピーとか言う。珍しいですね、こんな綺麗に残ってるみたいな。なんかバラバラな、普通バラバラですもんね。あとミシン、ミシンがあります。なんか入りますね。ですよ、新田勇気ですよ。新田勇気さんが本名なんでしょうか、フルネームなんでしょうかね。この辺雑誌だらけですね。雑誌の山、ジャンル問わず。姉は薬、薬関係ですかね。
こんな感じでしょうか。ここは多くないよな。2階は上がれなそうですしね。お、なんかモンチッチのモンチッチでしたっけ、あれなんか見たことある。心霊スポット言われている新田さん、これぐらいかな。次行きますか。早速ね、もう何もなさそうですし、これ以降はね、はい、以上は、はい、ではね、これで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。